僕、ああ、亡くなったわと思ってたら、アーセナルから大幅がありまして、いう話で、って、もう驚くじゃないですか。たとえアーセナルから来たからといって、嬉しいですけど、サッカー選手として今後、成長していくために、どっちの方が。アーセナルと、契約したと思うんだけど、最初、その経緯を教えてほしい。僕は J リーグでプレーして、4年目に入って、ぐらいで、そうやって海外からいろいろオファーがあるとか注目されてるっていう報道が出だしたんですよ。その時ぐらいに海外組含めての A 代表も初めて呼ばれたりとか、それこそオリンピック予選が終わってからですね。オリンピック予選でアジア最終予選があって、で韓国との決勝で 0-2 で負けてる試合で僕が出て 3-2 で逆転した試合があって、まあ、それぐらいからいろいろそういう話が飛び交ったりとか、ネットが上がってたりのがあって、まあ、その中で僕夏前ぐらいに一つのチームが決まってたんですよ。それはアーセナルじゃなくてドイツのチームだったんですよ。で決まってて、その決まってたチームのサインを明日するっていう状況の時に、それこそ僕塩谷さんとご飯食べてたんですよ。夜代理人から電話かかってきてるんです。で僕、まあ、食事中だし先輩と飯食ってるからって出なかったんです。食事終わってからかけ直そうと思ってて、でも僕の予想ではこれこのチームなくなったなと思ったんですよ。まあいいや、次探すまで頑張ろうって思いながら飯食って食べ終わって車乗って代理人さんに電話したら、本当に申し訳ないんですけどって言われますよ最初。はい、了解する了解するみたいな感じで、僕ああなくなったわと思ってたら、アーセナルからオファーがありましてって言われて、ってもう驚くじゃないですか。僕もドイツのチームに決めてたし、まあ、一晩中僕はすごい考えて、でその話がもともと決めてたチームのサインが次の日にサインしないといけなかったんで、それまでにどっちにするかを決めないとダメなんですよ。だからこの一晩中で決めてくれっていう話で、チョイスあったのそれ。でも僕の中ではすごいありましたね。そのやっぱり試合に出ることだとか、たとえアーセナルから来たからといって嬉しいですけど、サッカー選手として今後成長していくためにどっちの方が、どっちを選んでもそんな保証はないですし、頑張るだけっていうのは当たり前ですけど、とにかく相談できる人にはしたりとか、まあ一番はやっぱ家族です。最初に相談したのは家族に相談して、まあそれでもなかなか決まんなくて、次の日の練習中も僕ずっと考えながら練習してたんですよ。で練習終わって3時には返事をしないといけないって話だったんで、考えながら評価部長のところに返事を しに行かないといけなくて、それ歩いてる最中もどっちでしょうどっちでしょうってすごい迷ってた。ここでもまだ迷ってたの？はい。そうでしょ。で行きました。話、まあ、ちょっと話して、でも決める前に一回監督と話しとくかって言われたんで、話したいですって言って森保さんとお話しさせてもらって、で正直迷ってますっていうのをもう本当に正直に全部伝えて、じゃあ森保さんが最後、まあそのタクマがそのアーセナルのスタジアムでプレーしてる姿は一ファンとしては見たいけどねっていう言葉をボソって言ってくれたんですよ。その時に僕のことを応援してくれてる人がどっちでプレーしてる姿を見たいのかっていうのを考えて決断しましたね。でもその鶴の一声がなかったらどっちに分かんなかった。でも僕なんか多分そっちにしたかった。それがサッカー選手としてどうなのかっていう葛藤がずっと。俺だったらもうノーチョイスって言っても、その即答でアーセナルっていうね。それはどういう気持ちで即答できますか、チュンさんは。俺だったらそのアーセナルってトップオブトップのチームでしょ。で、はい、ドイツの一部っていうのは、まあ、そのアーセナル狙う選手が行くチームなわけよ。だから、はい、アーセナルからは降りれるけど、そのチームからは上がることは難しいけど、そのチームも降りたらもっと下に、はい、だったらアーセナルっていうここで自分が身を置いて、経験したりとか自分の履歴っていう、まあ、箔をつけて下に降りて、そこで活躍するのまた戻ってこれるっていう考えになると思います。そうっすね、僕も多分この今だったらいろんなことを考えれてて、それこそ別にレンタルで、ね、その僕ドイツに結局行きましたけど、そういう考えが最初からあればレンタルでドイツに行けるなんてすごいいい話じゃないですか。いやそうなるんだよね。上のチームからローンでもドイツのトップのチームじゃん。それがその時はもうそんな僕もまだ21とかで、なんかそこまで考えれなくて、行くチームが全てだみたいな感覚だ、すごい迷ったんですけど、まあでもそういう経緯があって、あじゃあっていう、やっぱり家族の姿とかも浮かんで、家族がどっちでプレーしてほしいんだろうっていうのはすごい感じました。浅野の場合さ、俺
時どうだったっけ、まあ、俺がサザンプトン契約する時もちょうどドイツにいたの、12月で。ああ、そうなの。ドイツのヒルトっていう、まあ、ドイツの、はい、その時1部に上がるっていう2部のチームと、はいはい、また契約するっつって、俺20日に契約をするって言って、19日泊まったって、ヒルトのニュルンベルのホテルに。そしたら急に伺ってきて、代表から、サザンプトンからオファーあるから、明日絶対サインするなって言われて。全く同じような感じだったよ。もう即答っすか、その時も。即答、もうそっち行きます。でも次の日飛行機取って、でイギリス飛んで、で仮契約、これファックスでしたのかな。そうでしょ、仮契約でサインして、アースナル、はい、だったかな、もう全然覚えてないです、僕。でだよ。で、多分まあ、企画はイギリス行って、イングランド行って、アースナルのところで契約して、サインしたの。最終的には、そうですね、最終的には。うん、そうだね。この年がオリンピックだったんで、オリンピック前の試合が最後で、ロンドン行って、オリンピック行って、オリンピックがまたロンドン帰って、そのオリンピック行く前の2日間かぐらいでサインしてだったと思います。で、オリンピックで、ビザが取れないで、オリンピック中に分かって、ロンドン戻って、また2日とか3日ぐらいでチーム探したって感じでした。メディカルチェックは受けたの？アースナルの。いや、もう全然覚えてないですね。なんでだよ、そんな何十年前の話じゃねえだろ、お前の場合。どうだったっけ？いや、受けてない気がするな。でも、ローン先のスティックガルとか、はい、で、メディカルチェック受けて。そうですね、そこで受けたのは覚えてます。なんか結構さ、その視聴者のさ、コメントの中で、海外のメディカルチェックってどういうのなんですかっていうコメントが何個かあって、はい、ドイツってどうなの？メディカルチェック。どういうの？ドイツ、そんな変わりますか？心電図取って。取ってみるの？走る？マスクやって。走ります。あ、そうやってみて、乳酸値測って。そうですね、乳酸値こことかでプチってぐらいじゃないですか。他なんかやりますっけ？筋力とかも特に、はい、でもぐらいっすね。これつけて走るのがメインというか、あれ死ぬほどきついもんね。あれでも僕結構強くて、なかなか多分乳酸がそんなに出ない、乳酸値があんまり出ないんで、走れるって思われちゃいます、いつも。いや、走れるってことだよ、それは。結構きついんだけどなと思うんですけど、自分では、うん、走れるってどのチーム行っても大体そう思われるぐらいの数値ですね。なんかあれって、その俺が行った時は プレミアリーガーの平均値みたいな、はい、何回走って、はい、どれぐらい乳酸値出るのかっていう、それに達してるか達してないかとかめっちゃ見てるみたいで、でそれで結構評価が変わるってことですか？変わる人もいるから、けど大事ですよ、ね、受けないじゃん、そんなの、はい、乳酸値とかさ。そうですね、まあ、だから良かったなと思って、この場合はドイツとかも結構ちゃんと見ると思います。そうだよね。いや、ありがとうございます。もう聞きたかった質問は全部聞けたんで、頑張ってね。はい、ありがとうございます。まあコロナ落ち着いて海外行けるようになったら遊び行きたいんで、その時はお茶でも一緒に。ぜひ楽しみにしよう。またね、頑張って。ありがとう。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。